次は双子と双子とお出口は左側です。次の双子と右についてご案内を一回徒歩で約5分ぐらいのところに黒原不動の滝という名瀑が渡ります。5月の鯉のぼりシーズンともなりますと顔を渡りまして何匹も鯉のぼりが泳いでいる姿がご覧になりました。Thank you.